球状星団 M5 のヘルツシュプルングラッセルズ。水平分子は黄色でプロットされており、グラフの中央部 BV イコールマイナス0.6から 0.7MV イコール15付近に薄く水平に広がっている。水平分子はヘルツシュプルングラッセルズ上に現れる星の系列の一つで質量が 2M 未満の構成が赤色巨星分子の後に減る進化の段階である。 HR 図上でおよそ水平な系列を示すため水平分子と呼ばれる。水平分子性は M3 や M92 などの球状星団に対する初期の震度写真速攻観測によって発見され、それまでに研究されてきた三回星団べてにおいて存在しないことで注目された。水平分子は球状星団のような金属欠乏性の集団において HR 図上でほぼ水平に並んでいることから名付けられた。ある球状星団に属する星はみな地球からほぼ同じ距離にあるとみなせるため、見かけの等級は絶対等級と同一の関係にあり、その球状星団の星に限定した HR 図では、距離や等級の不確かさに惑わされることなく、絶対等級に関連した性質が、はっきりと見て取ることができる。 中心核の水素を使い果たした構成は、主系列を離れ、ヘリウム中心核を取り囲む、水素核で核融合をはじめ、赤色巨星分子の巨星となる。太陽の約2.3倍の初期質量を持つ星では、ヘリウム中心核は、エネルギー生成に寄与しない、宿体物質の領域となる。水素核での水素核融合で、ヘリウムが増えると、ヘリウム中心核は成長し続け、 温度も上昇していく。約 0.5M 以上の星の場合、中心核は最終的にトリプルアルファ反応によるヘリウムから炭素への核融合に必要な温度に達する。赤色巨星分子制のヘリウム中心核の質量が約 0.5M になると、中心付近の温度が上昇して、ヘリウム核融合が爆発的に始まるヘリウムフラッシュを起こす。温度の上昇により、 ヘリウム中心核の電子の縮体が緩むとフラッシュは終わり、中心核は膨張して温度が下がって安定したヘリウム核融合が始まる。これにより星は新たな平行状態に移行し進化のトラックが赤色巨星分子から水平分子へと切り替わる。この段階にある星が水平分子性またはクランプ性である。水平分子性が 種族2に属しているのに対して、クランプ性は比較的若い種族 I のカウンターパートである。水平分子性の高度は中心のヘリウム燃焼と水素燃焼核で発生したエネルギーに依存するが、これはヘリウム中心核の質量で決まり、主系列段階で持っていた星全体の質量にはほとんど依存しない。しかし、表面温度と判定は、 外装の質量と金属量によって敏感に変化する。金属量が多い星に水平分子が見られないのはガスの不透明度が大きいため半径が大きく表面温度が低いためである。クランプ性は中心でヘリウム核融合をしている金属量の多い星であり、HR 図上でほぼ赤色巨星分子の位置にある。HR 図上でセファイド不安定体が水平分子を 横切るところでは、構成の外装が不安定となっても躍動するため、コトザ RR 型変更性として観測される。ありがとうございます。